皆様毎日お疲れ様です。追っかけ情報局局員の和戸です。11人組ボーイズグループ INI についてお伝えします。INI さんの YouTube 公式チャンネルには INI フォルダというレギュラーコンテンツがあります。毎週土曜日夜6時更新しています。今年の1月の下旬に企画会議から始動して、まあ、あまりにもですね、毎回いい企画なので、なんかファンの見たいものが見れるというか、 なんでえっと、毎週毎週今日が、まあ、なんか最終回でビハインドやって終わりなんじゃないかなっていうふうにこうハラハラしながら <laughs> なんか、ね、祈りながら見守り続けてですねなんと15回目を迎えました現時点の最新企画は INI がお子さんをおもてなしというもので初回の INI フォルダでやった企画会議で田島翔吾さんが言っていたものは実現しました。 田島翔吾さんによる初 MC も要注目ですで今回は初ゲソお子さん4人のが来てくれてで室内の遊園地でメンバーがその4人をおもてなしするっていう趣旨です。でロケ現場がどこかも映像に映ってたんですけれども2階構造の施設でその2階部分お菓子をモチーフにしたプレイスペースをメインに撮影されたようです。 いつもはですね、INI さんのメンバーだけの出演で、まあ、いろんな企画にチャレンジしてるんですけれども今回はお子さんがそこにこう加わってくださったんですよ。なんでいつもと違う,こう緊張感から始まりましてでそれがこうやがてほぐれていく様子っていうのが収まってたように思います。まあ、編集上でなんですけれども、まあ、そのストーリー的にはこうメンバーがこうおもてなしに奔走するっていう一方で まあ、最年長メンバーの西宏斗さんが INI メンバーと遊んでいてみたいなで,でもそのうち、えー、やがてお子さんにこう西さんのキャラ本領発揮していくみたいなそういうストーリーも見られました、まあ、西宏斗さんご自身はあの番組ほ、まあの番組とかでご親族の話とかもされてるんでお子さんには慣れているはずやしで、まあ、きっとまあそんなそんな,なんか。 ことはしないしなさそうなんでですけれども、まあ、でもメンバーだけであの大人ばっかりで、えー、子ども向けの施設でなんかシュールな遊びをしているっていう光景っていうのはまあオフ感もあってですね貴重でした。はいまあ、上げていくとキリないんですけれども INI ホルダーっていうのはメンバー全員の個性が光ってるんで、まあ、新規の方にもおすすめしたいなと思います。でここで あの I.N.O.I. フォルダーっていうか I.N.O.I. と企画っていうものについてもう少し深掘りしたいです。で初回企画初回 I.N.O.I. フォルダーの初回が企画会議やったんですけれども、その内容を振り返りますと、まあこんな感じになってます。で企画会議を見た当初っていうのは、こうまあみん私が見た感想なんですけれども、みんなアーティストさんやし、どうやって実現するんだろうっていうふうに想像もつかなかったんですよ。 まあ、INI ホルダーは、まあ、自体はです、ねまあ、無料でありながらも、ね、INI さんのこうバラエティー力というかテレビ収録とかの、まあ、実力アップ修行みたいなのをこう具体的に目指しているのかなというふうにも思えるんですけれども、まあ、メンバーの皆さんがこういうふうに会議とかで出してやりたいといったことをやっていってもらえるということもこうファン目線としてはすごいありがたいなというふうに思います。 で今回のコンテンツっていうはですこどもの日にち,もうちなんでたみたいなんですね事前ツイッターで子どもの日といえばみたいな次回 INI ホールダーお楽しみにみたいなあの告知があったんですが、まあ、5月5日ですねどもの日当日メンバーの子どもの頃のお写真っていうのもインスタグラムで公開してされました公開してもらえたんですよ 新,新着物なんであの k p o p 界隈ってなんで子供の k p o p 界隈って子供の写真が事務所から一気に出るのがすごい珍しいなと思って見てたんですけどそれもいつか会えない会えないのあるのかなって期待してたらどンとその日に出てうわ,うわいつもあるやつだと思ってちょっと感動というかしましたね。でまあ、子供の日を 全力で駆け抜けたなんて、まあなんか IN さんらしいなっていうふうな感覚もあります。はい、ではご視聴ありがとうございました。ワドでした。お疲れ様です。